だより。何これ？写真。あ、パブクボードだよ。写真もできるし、手紙とかも画鋲で刺せばいいんだよ、リミ。可愛くない？私普通のリミ欲しいな。あ、パンダじゃないやつ？欲しい。欲しいね。じゃあそれにする？だけど持ってる黒いやつママからもらった。あ、そっか。じゃあやめる？悩んでる。すごいね、パンダグッズがいっぱいある。なにこれ、オムライス？かわいい、こんなのあるんだ。かわいい。久しぶりに来たね、三日月桃子。おめめ。おめめが光ってる。かわいい。なにこれ、鏡だ。鏡です。かわいい。これ何？これも鏡？ね、あ、定期入れ。そう、カードケースだってよ。ここにカード入れる。それにする？カードケースだって。でもこれカードさ、落ちそうだね、この隙間。え、だって落ちない。あ、そっか、これがついてれば落ちないのか。落ちない。これ買う？はい、かわいい。かわいい、気に入った。パンダ見て、これかわいい。これ？そう。あ、見て、リミかわいい靴下いっぱいあるよ。でもちょっとリミちゃんには大きいかな、靴下。ね、靴下も大きいと思う。リちゃんでも大きいと思う。バニラアイス。あ、かわいい。メガカップ。メガカップだって。スーパーマン。あ、生わさび大好きな、わさびだよ。君わさび大好きでしょ。ね、これさ、ピノ見たい。あ、ピノ見たい。チコって書いてある？チコ。ピノじゃなくてチコだって。ピノも可愛いのがいいな。これピッてできるの。これ、うん、これ、うん、ママ可愛い、いいね、キノ。これピッてできるの。キノできると思うよ、それなら。できるよね、多分。それうん、そっちの方が通りやすいかな。見て、見てこれ、すごくない？可愛い、スライムいっぱい入れる。可愛い。見てこれ、なにこれ。これは卵だ。ゆで卵が作れるってこと？半熟卵も上手に作れる。かわいい。なんでお弁当作りに熱が入っちゃったの？かわいい。かわいい。お皿もかわいい。すみっこグラス。すみっこ。見て、パンダのお茶碗が売ってる。やだ。やだやだ、これはやなんだ。やだ。どれ？あ、これかわいいね、シンプル。スマイルだけね。かわいい。これさ、たぶん鏡じゃない？鏡。いちご。ワニって聞こえた。かわいい。ワニって聞こえた。ワニ？なんでワニ？ワニ。これ誰？犬？かわいい。なにこれ？筆箱？あ、これかわいい。あ、そこになんか消しゴム？ここに消しゴムを入れてとか、勝手に。筆箱じゃない、これ。あ、ポーチか。筆箱かと思ったら普通のポーチだね。これパクパクできると思ったら、ここちょろ。え、これ何に使うの、しょうちゃん。わかんない。可愛いけどさ、このレトロ感が可愛い。そういうの好きなんだ、しーちゃん。レトロ感が。これガラシュ。かわいい。かわいいね。これね、冷凍庫で凍らせて氷にするんだ。あ、これ前100均で買ったね。覚えてない。家にあるよ、りみちゃん。そうなん。うん。ちっちゃくてかわいい。最後の1個だって、入れてんだね。これタオルかけ。こうやって持ち歩かなかったもん。まさか。タオルかけんだよ。だってタオルのとこに売ってるし。ね。うん。クマちゃん、
これ買って。自分でこれにする。あ、これゴールドかな、しーちゃん。違うか。ゴールドじゃないか。ちゃんと文房具屋行ってゴールドは買う？うん、もし変違う色だったら意味ないもんね。ゴールドに見えるけどね。シルバーあるからこれゴールド。これシルバー？シルバー。そっか、じゃあこれゴールドっぽいよね。これゴールドだ。なんか意味はそれにする？しーちゃんこれゴールドっぽいでも。じゃあそれ2個目ね。うん、あと1個だね、りみちゃん。1人3個だ。同じもの全然決まってない。あと何個？りみあと1個。うん、見て、私これ欲しいけど。かわいいね。どれ？ほら、こういうのとかこういうの。あ、かわいい。透明ね。これも売ってるんだね。これかわいいね、このバッグみたいな。かわいい。こんなのも買えちゃうんだ。こんな感じ、使うとこんな感じ？なんかこれちょっといっぱい入ってるけど、中身が入って、商品がいっぱい入ってる。かわいいこれ。大人も使えそう。シンプルで。定規？グリーメンの定規。あ、見て、グリーメンのクッション。いっぱいついてる。うん。ね、ディズニーグッズもいっぱいあるね。ね、ディズニーグッズ。うん。何それ？かわいい。メモ帳？違う。アルバムだって。アルバム。あ、これかわいい。うん、なんか、ペンマーク。ちょっと迷ってるんだ。かわいい。なんかこの隅っこ暮らしの。スポンジ、洗うスポンジなのにかわいい、これも。かわいい、これ。見て。ママ、これ欲しい。可愛くない？洗い物が楽しくなりそうだ。なんでシャミコブラシ知ってるの？知ってるでしょ。これなんだろう。あ、これなんか洗剤とかさ入れるんだよ。詰め替え用で。これがシャンプーとか入れられるやつ、ね。でもこれはちょっとね、もうおうちのが決まっちゃってるからね。可愛い。買う？じゃあそれにする？一個。やっと決まった。1個。うん、あっちの方が大人っぽいかもしれない。大人？ん？ひーちゃんも大人だ。大人の服も着れる。これキーホルダー。何これ？これもキーホルダーだね。これ何？これキーホルダーだよ。なんかデザインなんだろうね。すごいデザイン。あ、こういうのなんだね。かわいい。そっちの方が使うかもよ、しーちゃん。これやめてこよう。うん。やめてきます。うん。プロにするんでしょ？こっち？こういうのもかわいい。こういうのもかわいい。かわいい。バックで攻めますか？バックで攻めますか？バックで攻めた。ピー。ピーしたいの。ピー。ママは機械じゃありませんよ。機械。ピ。機械。うん。かわいいそれ。夏っぽい。ママみたい。ママみたい。ママこんなの持ってないけど。持ってない。持ってないのなんで言うの。ミカズキモモコ。ミカズキモモコ。歌ってんの。このシリーズがいいな。このシリーズ。うん。何色がいいと思う？何色あんの？黒とピンクとシルバー。うん、あー、黒どれ？これか。ママだったらシルバーかな。いや、ママの意見だからそれ。しーちゃんが一番いいと思う。迷っちゃってる。ピンクも可愛いけどね。でもなんかサンダルはシルバーだから、今日は違うけど。あ、そうそうそう、これ合うかなと思って。見て、ジミの足、ジミの足見てるよ。来たな。なんか小指になんか絆創膏ついてる。白ワンキャップ見せてね。これにしたいと思います。まず1個目。この黒はいいの？うん、これいいの。
この鏡も300円。違うよ。違いますね、それは。この鏡が300円だったら欲しいんだけど。忙しいね、リミッキー。息継ぎが忙しいね。大丈夫？すごいね、洋服ももう300円。かわいい、これ。ん？これ？あ、これか、この着てるピンクの T シャツ。これでもでっかいよ、ちょっと大きめ。この大きさだよ。着れる？あ、かわいい。あ、かわいい。今日の服に合う。あ、そう。帽子もかわいいね、夏。似合うよ、ちーちゃん。ももこじゃないよ。ももこじゃないよ。あ、かわいいよ、しーちゃん。ももこ。ももこ。いいよ、ももこ、ももこ。ももこ。この3つにしようかな。帽子？帽子にする？ビビも帽子買っといたら？これから暑くなるよ。黒がいい。じゃあ黒これ。かわいい。あ、かわいい。後ろリボンになってる。あ、かわいい。かわいい。これ。あ、プチプチ。じゃあリミも黒かぶってみて。これがいい。黒なら何でも合うのね。これがいい。これにする？どう？ちょっと大きい。あ、ここで縛ればちょっときつくなるってことね。ここをもうちょっと縛れるよ、リミ。こうやって。縛ればちょっときつくなる。どう？これにする？いいじゃん。これ。うん。じゃあこれでリミちゃん見つけて。私も見つけて。はい、じゃあリミちゃんの3つは帽子とこのペンとこれゴールド、このゴールドを手にゴールドを描くんだよね、うん、で、あとこれパンダのカードケース、かわいい。で、しほちゃんが帽子、リミちゃんとお揃いの帽子とこのリボンがね、かわいいポイントです。で、このゴールドの、あ、シルバーのバッグとね、あとピンク色、これなんかダンスに着るんでしょ。そう、ダボってしてるから、ね、かわいいかなと思って、うん、あ、ちっちゃい子用だね。かわいいね。すごいね、かわいいね。なんか帽子とかもみんなかわいいね。かわいい、この帽子もかわいい。